はい、こんばんは。2021年度第1回全都公認模試の、頼まれたのが2番以降の、文法と語法のところ、あと作文のところですね。ちょっとやってみましょう。次の英文の1から6の文が成立するように各組の AB の英文中の空章に共通して入る一語、はい、ということは一つの単語で2つとか3つの意味があるよっていう、そういう問題出されてるんですね。はい、いきます。 Tom is going to ごめんなさい、なんちゃら for New York next Monday。 I took a year of infant care。 infant 幼児、幼い子供ですね。 infant care なんちゃら3 years ago。 確かにこれはね、まあ、答え leave なんですけど、 leave for でどこどこへ向けて出発するですね。 leave for で leave A for B だったら、A を出発して B へ向かうと、まあその leave の使い方ね。でこれは休暇、休みっていう名詞でもありますね。ということは私は3年前に、幼児ケアの休暇、まあ、育児休暇か、育児、1年間の育児休暇を3年前に取りました、取得しましたとっていう意味の休暇、休みっていう意味ですね。それを大事な意味なんで、それは暗記しといてください。2番、多くの人々は、仕事を辞めると、もしくは辞めたと、まあ、現在形か過去形か分かんないと、何のためにと、低いこれこれと長い、まあ、長時間労働と、まあ、低賃金と長時間労働のためにとってことですね。だからまあペイかサラリー入ります、まあ、ウェイジでも入るか。でも It is often said、 ざっと言い方しばしば言われています。 Crime doesn't、 これね、割に合うっていう単語のペイを入れてください。割に合う、つまり儲かるって意味ですね。だから犯罪っていうのは割に合わないよと、というしばしば言われていると。でこれはペイ、低い給料ってことですね、支払いと、意味ね、いいですかね。いいです。2番、3番、 My parents told me that、 私の両親はざっと言い方を私に言ったと。 We should なんちゃら be old、 老人に、で I can't agree with you、 私はあなたに同意できないと。これねよく使うんだけど、 respect、 これね尊敬とか尊重、もしくは尊敬する尊重するっていう動詞もしくは名詞もあるんだけど、まあこれはこっちに入るんだけども、尊敬するって意味ね、老人を大事にする、尊敬するべきだっていうふうに両親は私に言ったと。まあこれはいいんだけども、こっちは点、あらゆる点においてあなたに賛成できない。例えば in this respect ってやったら、この点においてと、点って意味ですね、名詞でね。そこは要注意で暗記しておいてください。4番、 I have to なんちゃら report、 じゃユネスコのこれ会議ね、カンファレンス、明日ユネスコの会議でレポート、これは提示するって意味ですね、プレゼント、提示する、見せるという意味ね、リポートを提示する、もしくは提出する、しなくちゃいけないと。で、この、こっちはプレゼントってアクセント後ろなんだけど、こっちはプレゼント、現在のという意味ね、現在の状況において私は、あなたに外国を、海外旅行をするように助言しないだろうと、この状況においてならば、という仮定法ね、これしないだろうにと。で次、Mary has a lot of なんちゃら dresses。ということは、可愛らしいですね。これ、形容詞の可愛らしいって意味と、かなりって意味の副詞ね。かなり暑い、外はかなり暑いようだと。って意味ね。で、最後の6番は、Don't play、火遊びするなと。これね、分かった。これは、With all your might と。might。これね、メインの過去形でも、もちろんあるんだけども、力。これ、Y つけたら、mighty。力強いって意味だから。力だから 全力で、 with all your might、 全力で、あなたはあなたができることをするべきだと。でこれは何なんかもしれない、ちょっと弱めに訳して、ひょっとして何なんかもしれない、ひょっとしてやけどするかもしれないよって意味のメイン、もしくはマイトね、で使ってください。はい、で続いて B、下線部分と同じ、じゃあこれアカウント4はもう覚えないといけないですね。何なの、説明するね、私の不注意さはその事故の説明をすると。だから説明ができるよと。私の不注意のためにその事故の説明ができると。って意味なんだけども、アカウント4は説明するって、何を説明するっていう他動詞、もう一個あと、何を閉めると。30% 閉めるって意味でもあると。あの、アカウント4はね。で、2番。フィギュアアウト、これは理解するですね。ということは、understand。メアリーが何を言おうとしているかを理解できなかったと。これは暗記ね。メイクアウト。イコールフィギュアアウトね。理解すると。で次は、for good。永久に、永遠にってやつです。forever ね。permanently と全く一緒。私は永久に、永遠にハワイに滞在したいと。で、次の、これは by chance は、まあ偶然に。
アクシデンタリー、これあですね、だからバイチャンス、バイアクシデントっていう意味ね、あの同じ意味ね、偶然にと、いいかな、これは最近突然驚くべきことにと、これは違うと。はい、で次、切ってしまった、紙で指を切ってしまった、もういいわ。はい、はい、で続いてでっかい3、英文の1から順、はい、いきましょう。 Yesterday we、 これは話しかける動詞 speak to、 talk to はいいんだけど、 tell 人 that 説はいいんだけど、 to の後は人だから、これ人じゃないですね。私たちのクラスで何をするべきかについて議論したと。ということですね。ディスカス、他動詞ね。何々について議論すると。文化祭で何をするべきかと。しかし、これ結論という意味ね。結論に達しなかったという意味ですね。2番。私たちは、あ、わかった。これはもしと訳せば現在形なんだけども、何なんかどうかって訳すやつだから、これ名詞説ですね。名詞説は will を使っていいと。ということは、太郎が次の土曜日に私たちを訪問するだろうかどうか、するかどうか知らわかんないよと。って意味ね。3番、あなたの子供について心配すんなと。あなたが外出中にと。彼女で子供ね。子供は、これね、どう見ても受け身ですね。グッドケアオブで終わってるってことは。ということは、she will be taken か。グッドがあるから良いね。良い世話をされることで、だから十分世話をしてもらえることでしょうと。って意味の受け身ね。take care of の受け身です。いいかな。で、4番。多くのお客さんはパーティーに出席できませんでしたと。だから私たちは、結局、それほど多くの食べ物を、これは need not have 過去文詞ですね。need not have 過去文詞。何々する必要はなかったのにと。何々する必要はなかったのに、need not have 過去文詞の構文ね。そんなに、多くの食べ物を用意することは必要はなかったのにと。用意しなくてもよかったのにって意味ですね。はい。で、5番。昨日私の服は、これ濡れるね。be soaked。雨の中歩いて濡れたと。ずぶ濡れになったと。傘があれば私はそんなに濡れなかっただろうにと。ね、傘があればそんなに濡れなかっただろうにっていうことですね。ということはこれ、絵ですね。wouldn't have got so wet。そんなにこれこれしなかった。だから wouldn't have 過去文詞。なんなんしなかっただろうにと。この構文ですね。はい。で、今が、で6番、次郎は稼げなかったと。で、マニーがあるから、まあ、それほど予期していたほどのお金は稼げなかったと。これ、ノットアザーズ構文ですね。ノットアザーズ構文ですね。ということは、これはいいですね。あの、as as なんだけど、as much as なんだけど、名詞があるときは、as as の間に、中に入れちゃえばいいと。ということでね、ノットアザーズ、なんなんほどなんなんではない構文という構文です。7番、私の息子は、弁当箱壊したと。だから私は新しいものを買いに行かなくちゃいけないよと。で、弁当箱っていうのは種類を表すから、it じゃまずいですね。1ですね。で、単数形だから、あがいると。ということで、a new one ですね。8番、私はオリビアと友達になったと。ロンドンに滞在中。何々してる間は、ジョアリングかホワイルだけど、ジョアリングは名詞が来るとか、名詞ね。While は ing ですね。While は ing、何々してる間と。って形ね。はい。9番。あなたは今週末何をする予定なの？と。私は東京国立博物館を訪問する予定なんだよ。と。あなたはどう？と。私は高尾山を登るつもりなんだ。まあ、東京にある高尾山ですね。良い週末をと。あなたもね。と。Same to you. あなたも良い週末をって意味で、あなたもねって意味で、あですね。いいわ、とにかくありがとう。つまり、なんか断ったんだけど、でも聞いてくれてとにかくありがとうと。これ、喜んでですね。これはお気の毒にと。だから、あですね。で、最後10番。このサラダはとても美味しかったと。another helping っておかわり。おかわりはどうですかと。いえ、結構です。これよく出るパターン。私は十分もういただきましたよと。十分、これ食べるっていうのハブね。もう十分食べました。だからもう結構です。っていうお断りの仕方ですね。I've had enough, thank you. と。はい、B。suggest よく出てきますね。でも、喋りかけると提案するだから、喋りかける動詞はね、to, 人, that 説で合ってるんですよ。
私はざっと以下のことを一郎に提案したと。で、ここに、まあ、シュッドが省略されていると。シュッドが省略だから、コンセダー合ってると。He should consider 合ってるんだけど、コンセダーは ING だから、なんかこれ引っ掛けですね。E に答えを持ってきたいんだろうけども、E じゃないと。シュッドの省略ね。だからこれ、to study じゃなくて、studying にしないといけないと。コンセダー ING ね。私は一郎にざっと以下を提案したと。だから一郎は海外で勉強するっていうのを私は一郎に提案したと。でも彼は、これ、インテントなんなする意図がある。なんなするつもりって意味で。そうつもりはなかったと。意図がなかったと。で、ね、で次、あ、これも引っ掛けね。じゃあ、あと思いがちなんだけども、オールモーストは副詞で、次にオール形容詞だから、オールの前にオールモースト持ってくるのが合ってると。で、ここになんかピーポーかなんか、今度は合ってる、これ省略なんだろうけども、副詞形容詞だから、オールモーストオールっていうのは合ってると。で、観客ね、観客のほとんどみんなは、泣かずにはいられなかった。cannot help ING。なんなんせずにいられないってやつね。彼らが、演劇の感動的な最後、エンディングを見て、泣かずにはいられなかった。これ、ムービングですね。答え、ムービング。感動させるって意味で、ものが主語の時は ING 持ってこないといけないと。これやったら人が感動する場合、ムーブドですね。I was moved。私は感動した。はい、で次4、これがちょっと難しかったかなと思います。ちょっとこれ一緒にやりましょうか。でっかい4番、次の1から4の日本文の、じゃあ並び替えなさいと。まあこことここだけでいいんだけど、まあ全部いきましょう、全部いきましょう。トムは息子が有名な俳優であることを とても誇りに思っていますと。よくあるパターン、 be proud of を使って、私に言ったか、トム told me ですね。で、be proud of ing なんだけど、 ing の意味上の主語を入れないといけないっていうパターンですね、この問題ね。ということは、Tom told me that、 あ、ま、that ね、 that、 ちょっと記号はいいですね、 that、 まあ、男だから、 he was very proud of、 これね、 very proud ofproud of、 本当は being を行きたいんだけど、ここに being 入れて、有名な俳優であることで、彼の息子がだから his son をここに入れちゃえばいいと。 his son、 彼の息子が ing であることをトムは誇りに思ってるっていうふうに、あの、私に言ってくれたとっていう構文ね。だから答えはこれは eu ですね、 eu ね。はい、続いて、昨夜遅くまで妹の宿題を手伝うのに忙しい。これ be busy ing、 be busy ing、 なんなんするのに忙しいってやつね。あと手伝うは help 人 with ものですね。 help 人 with ものということは、 I was busy、helping、 my sister あとは with ですね、 with her homework。ホームワークで残ったのがアンティルか、なんなまでずっとと、ね、昨夜遅くまでずっと手伝うのに忙しかったと。 be busy ing の構文と help 人 with ものね、それを組み合わせてください。回答は eu ですね、 eu ね、 a と b で。3番、コーヒーを飲みすぎちゃダメよと。選択肢によると、had better ですね。had better の打ち消しだから、引っ掛けは had not better なんだけど、じゃなくて、had better の打ち消しは had better not ですね。had better not。で、drink too much か。drink too much。あまりにも多くの。で、最後にカフェ入れてください。いいですね。まあ、ポイントはもう had better not ね。had better なんなんした方がいいと。で、not 入れば、しない方がいいよと。で、どちらかというと、had better って命令文と同じ扱いだから、ちょっと強めにね、強めな感じで訳さないといけない。飲みすぎはダメですよと、ダメだよっていう命令文っぽい感じ、飲んじゃダメだよっていう命令文っぽい意味合いが入ってます、ハドベタのとはね。で4番、昨日非常に大きな台風が街を襲い、多くの人がの家屋が床上浸水した。これね、選択肢迷ったかな。昨日ヴァイオレント台風、激しい台風ですね。
が町をヒットしたと。そしてたくさんの人々が、これはハブモノ過去分詞構文でいきましょうか。ハブモノ過去分詞ということは、多くの人々が had で、物に当たるのはどう見ても their houses ですね。これね、 their houses。 じゃあ houses で何されるか、フラッディとってありますね。フラッディ、洪水がフラッド、それをまあ動詞の形にした。で、あとはアバブがあるか、アバブ、何々より上と、アバブ the first floor と。ということは、これでファーストフライよりも上にフラッディ、フラッディとされましたと。ハブモノ過去分詞ね。これで OK です。で、問題ここですね。最後、これ最後です。私たちが暮らす福岡は、鹿児島の北にありますと。福岡で書けと。でも書いてくれてるので、流れとしてはこうですね。 where を使わないといけない、コンマ使ってここに何を入れるかと。まあつまり今回 where なんだけど、もちろん which でもいいんですよ。 which で行くんだったらよく in which っていう構文があるけども、which ね、 which もし which から書くんだったらこんな感じね。ちょっとまあ2通りで言います。今回は where で書かないといけないんだけど、で必ずコンマ打って、で福岡はね is鹿児島の北か。to the north of 鹿児島と。鹿児島、九州の中、九州の北っていうんだったらインでいいんですね。九州っていうの北の中にあるんだったらいいんだけど、鹿児島から見て方向、北の方向だから to を入れてください。to the north of 鹿児島。で、あと、ここに where 私たちが住んでいるだから we live か。もし、which で行くんだったら、which we live in がいりますね。だから、in を消して where にすると。っていうのは今回の回答ね。だから今回は、where で言ってください。福岡、where we live。in はダメよ。where we live。で、コンマ2箇所打って、is to the north of 鹿児島と。にしてください。で、2番。今までどこで何してたのと。じゃあ、これは過去形でもいいんだけど、現在完了の方がいいですね。数時間前から今まで何してたのだから、どこで何してたのだから、Where have you been? で、もう一個あって、And what to? で、何をしてたのでいくと、What have you been? で、Where have you been? と、What have you been doing? だから、もともとはこれ、Where are you? の現在完了ですよ。まあ、過去形だったら、Where were you? ね。で、これだったら、what are you, what have you, あ、言うかね。what have you, what have you. だから、what are you doing の現在完了形で、what have you been doing でいいんか。で、これでクエスチョンマーク打ってください。いいですね。で、これで、何を、どこで何をしてたのの形ね。で、次が、日が暮れないうちに家に帰ってこないとダメだよと。じゃあ、つまり、何々しなさいってことやから、come home。もしくは、You had better come home でもいいし、You should もしくは You must come home でもいいと思います。Come home、 日が暮れないうちにってよくありますね。Before it gets dark、 これは覚えた方がいい。作文対策で覚えた方がいい。お天気だから it ね。It gets dark、 暗くなる前にっていうことは、暗くならないうちに帰ってきなさいと。Before it gets dark 覚えた方がいい。はい、じゃあ以上になります。